ひじてて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 どうもさくらです。昨日の動画でも言ったんですけど、俺流星の絆見てもうハヤシライスが食べたくて食べたくてもうしょうがないんですよ。もう我慢できない。というわけで今日は本気でハヤシライス作っていきたいと思います。美味しくできるかな。というわけで早速作っていきます。今ゆうかちゃん仕事行ってるんですけど、帰ってきたハヤシライスだったら喜ぶと思うし、マジで調理師免許欲しいなと思っちゃって、この前ゆうきゃんで調理師免許のなんか資格取るにはどうしたらいいのかっていうのを見たの。そしたら2年間飲食店で働いてないとダメみたいな感じで書いてあって、いや俺 YouTube しかやってきてないからさ無理やん。まあとか言って口だけなんですけどね。肉に薄力粉をまぶしました。マッシュルームでかっ、このマッシュルーム、ちょっとマッシュルーム多いかなこれ、もしかしてマッシュルーム切るのなんか気持ちいい、さっささっさ切れるからかな、めっちゃ気持ちいいんだけど。なんか俺マッシュルームなんて人生で初めて買ったかも。ちょっと多い気がしない？大丈夫かな。玉ねぎ切っていきます。もう朝起きた瞬間にね、あ、作ろうってなった。朝起きた直感でさ、あ、何々しようって思ったことやった方が絶対いいんだよね。なんか19とかそんぐらいの時は朝起きて、あ、パチンコ行こう、今日勝てるわって思った人は絶対勝ててた。玉ねぎやべ、玉ねぎは輪っかに切っていきます。あー目がしょぼしょぼする。あーあーあー助けてー。あーやばい、これほぐした方がいいって書いてありました。あー涙ちょちょ切れ、やべ俺何人前作るんだってぐらいの量だわこれ。炒めていきます。うまいハヤシライスを作るため俺は本気でやる。バターを入れます。バタードーン、これを溶かして、ちょっと強いな、バターが焦げちゃう。でお肉を入れていきます。焼き目をつけるイメージだって。まあ詳しくは人のやつを見てください。俺のは当てになんないんで。なんだ俺アホやん、俺なんかすげえ、え俺これとこれ使ってた、アホやん。ただのある程度火通ったらこれはお皿に出しときます。玉ねぎ炒めやーす。はい、ちょっと待ってよ、フライパンちっちゃい説あるな、これやべえな、こんな玉ねぎいらねえわ、ちょっと多すぎ、どう考えても多すぎだろ。いい感じにしなしなになってきたらマッシュルーム、これも半分ぐらいにしようかな。はい、いい感じにしなしなになってきたらここに薄力粉また入れます。大さじ2ぐらい、このぐらいでいいかな。そしたらケチャップ、ケチャップ大さじ6だって、結構いくね。1、2、3、4、5、はい、6、これで酸味がなくなるまで焼いてっちょって書いてあった。ここで俺の料理にまさか出てくるとは思わなかった赤ワインが登場します。でしかもいつも目分量でやるんですけど、今回ちゃんと測ります。 200cc。はい、ぶち込みます。こんなの絶対うまいじゃん。はい、グツグツと煮込みます。やばっ、ワイン入れる前に肉入れるの忘れてた、肉入れるの忘れてたわ完全に。で、水400ぐらい、いや、こっちのうまい水使おう、水400ぐらい入れます。はい、で、これでまたコトコトさせます。コンソメも入れちゃいます。こっちウスター大さじ3ぐらい入れます。1、2、はい、3、あっちきー、ちょっと味見していいかな、バリうま、もうちょっと煮込むわ、ちょっともうちょっととろみ欲しいから。うわっ、ちょっとテンション上がってきたな、ちょっと煮込むだけでもっとうまくなる。
なんだそのキャッチコピーみたいな。あ、ちょっと塩入れようかな。ほんのちょっと塩入れた方がもうちょっとまとまるかな。これで多分もっとうまくなると思う。塩入れて正解。塩入れた方がもっとうまかった。よっしゃ、完成しました。いただきます。本当はなんかミルクみたいのかけた方がうまいらしいですけど、もっと、うん、めっちゃうまっ。これはうますぎる。めっちゃ見てくる。うまっ。朝からめっちゃ贅沢。うん、肉もうまい。別にいい肉使ったわけじゃないのに、でも自分が作ったからうめんだな。なんかお店の味がする。まあお店でハラシライス作ったことないんだけどね。うわ、ペロッと完食したわ。ごちそうさまでした。いや、マジうまかった。また作ろう。